はい、じゃあ伊吹くんはね、F15 また練習します。今日宙返りするって言ったけど、どうだろうな、宙返りはな、風上こっちやけんな、回を過ぎてからの宙返りならできる。あっちで、うん、そうそう、こっちでやると体をもろ入るけね、前は。うん、そうだ、スロットル全開で先頭登らんくんかもしれん。エレベーターは全開？エレベーター全開だったら小回りするけんな。多分、うん、25% ぐらいまで下げる感じ。うん。うん。だけどこれ、真ん中と下が 100% やったら、その半分の 25%。ここだけ。うん。いや、それは、もうちょい、これのメモリの間、この辺が半分、この辺か。アインかっていうのかな、ちょの、あ、これ、アインか、この間か。この間が多分 25% ぐらい。ついとんないこれ。うん、これなんかついとるな。ついとる。ここやろ。メモリ。メモリついてる、うん。うん、多分そのぐらいがちょうどいいか、これで結構大回りになると向けた。それかもうその下のメモリな。あ、うん、全部引っ張ると多分引きすぎると思うけんな。あとはもう円の大きさによる。でもしね、今度下り、てっぺんこう言っての下りで、この角度で、もう地面に行くかなと思ったら、もうエレベーターいっぱい引っ張って、ぐーっと、うん、ほぼ全開。そしてな、間に合わんくなるっけ。こう行った時に全開、ほぼ。そうやな、もう多分この、もう2時か3時ぐらいのとこまで来たら、もう全開でいい。うん。多分、うん、でかいと思う。タイマーリセット。タイマーリセット。はい、行きます。厳しいね。離陸も厳しいけどな。これね、割れるな、ちょっと。はい、右旋回します。ああ、厳しい。エレベーター引き気味の。タッチ。あ、引きすぎ引きすぎ。スロットルスロットル。アップアップ。向こう行きよる。交代します。向こうの方に行った。はい、こっち戻したら詰めよう。変わるよ。はい。せーの。はい。上げれるの。戻して。アップ。あ、ダメ。うわ、危ない。変わる前にちょっとあれエルロンが決まった。はい、変わるよ。はい、右位置してる。さあ戻した、倒した。アップ、ゆっくり、うん、ちょっと左、あ、右か、あ、ちょっと変わる。風が悪い。はい、戻して水平からの、はい、タッチ。あ、ダウンダウンダウン。え、そっちじゃないよ。ループはそっちじゃない。引っ張る、戻す。今多分今変わった。ちょっと戻す。レンジが悪い。ループはそっちじゃない。うん、ループは逆、風上に向かってやっけ。あ、そういうこと？うん、風下やったらループできんけ。確かに失速したな。うん、やろ。こっち向きループは。そうそう。頑張れ。見えない。見えんけど、まあいいでしょう。あ、結構前3、4ターンしたんかな。でもループはできた。うん、一応はしたな。すごい不意なループ。はい、やっぱ今日は風がね強すぎるんでね、あの厳しいと思う。これで引っ張れるべきもないよ。大丈夫やろ、なんとか、うん、頭上げで下ろしたっけ。多分バッテリーは変えんと、うん、多分電池ない。今日は生きてる。風ない方がもっといいな。
そうそう、風ない方がな、あのこうエルロンがな、こうあの暴れんけんな、いいんやけど。なんとなく。なんとなくな。風下は本当上がらんけんな。後ろからせられちょんけんな。せられちょんのに、ま、引っ張れたらそのまませられていくけ。あ、怖い。ホバリングみたいな。そうそう。まあ、もう怖いね。もうエレベーター全開。それで何とか回ったっちゅう。多分残量もやばいと思う。詰め込んじゃけ、詰めてみたことがあるはい、チェック。多分 20% そこそこじゃないかな。こっちより逆か、マイナス。こっちで、ま、いや、こっちこっち、手前手前、こっちこっち、マイナスで書いちゃう。なんぼ22ほらなもう一周とかしよったらな、着陸失敗した時のね、あの予備の残量がないと、そのまま帰ってこれんくなって取り行かない気になるけ。うー、電池熱いね、やっぱし。あ、めっちゃ汗かく。なあ、一応もう一本あるはずだけど、はい、チェック。96だろ。あ、向こうの黄色抜いたっけさ。え？黄色抜いたっけ。差し込みが、コネクターが違う。タイマーリセット。おお、すげえ、風が。やっぱ風強いな、今日。あ、うん、いや、いいよ。うん、つっかえて、つっかえて、中に入れりゃいい。こっちか、こっちか。こっちを中に入れるか。コネクタを中に。これ詰めんかったのなら。うん、電池は前にずってからバランスが悪くなるけど、今エレベーター引き音系多分前でもいいんやろうけどな。前にするか。でも水平飛行の時は手離しようもんな。じゃあいっか。どっちでもいいんじゃん。うん、それでな、着陸のしやすさが変わるんや。あー、最初の頃なんか間違ってたような気もしたけど、確かなんか掘ったような気がするような。うち姉ちゃんがそうも勘違いしてた声があったかな。姉ちゃん、そうそう、厳しいです、風が強いです。手が余った。いや、こっちに多分な、あと前ひ奥側を走らせたいけ、手前から左回りで準備。はい。お。手前から。うん。葉っぱが落ちた。吸ってはないと思う。ああ、まだ。ああ、取れた。やった。ダメでした。やっぱ難しいな。もう手で押すひっくり返った。なんか草確認してみて。草、ない。あ、じゃあいい。
なんか走りにくいよね。だいぶ太陽が右に行っちゃうけど。向こう行ったろ。え、こっちは言った？向こうで聞こえたけどな俺。ああ、タイマーと。タイマー。あら、リセットが効かねえ。え、なんでだろう。もともとリセットなかったのかな。まあいいや、こっちで、こっちは行きちょんけ。じゃあそっちですればいい。モデルは変わってないよな。でも F15 やもんな。なんでやろうな。変なの。F15 間違ってねえもんな。おかしいね。はい、じゃあ、おお、じゃあ行きますよ。はい、行きまーす。エレベーター結構引くな。お、危ねえ。はい、行くよ。はい。じゃあ次なループするからな。まっすぐ走らせてな。前は水平にするよ。はい、はい、エレベーターちょっと引いて、右エルロ引いて引いて。まだまだ引きすぎ。あ、やりすぎた。ターン、もう一回ターンする。それ引きすぎ。あれちょっと変わる。ちょっと待って、過ぎるまでな。はい、そまでは過ぎてから変わる。はい、変わるよ。はい、はい、両手よし。はい、過ぎて。前回でも間に合わんとか打ちるけど、今なんかやべえやべえ、倒した。向きが分からなかった。今エルロだけどどっちか分からなかった。自転車教室。いや多分死んだわ。2人でマスターでスレーブみたいなやるやつ。そうそうそう、水平だけやらして、今ループもやらしたんやけど な, うまいな。今途中でちょっとエルロンが入ってんな。どっち向いたか俺が分からんかったっけ。今俺やった。もしかしてその手前な。途中で俺が変わった。あれあれ、俺じゃなかった。うん、落とした時は俺やった。あれ俺必死に操作しようか。あれ俺じゃない。うん、そうそう。どこに落ちたの。機体の練習できなくなりそうか。あら悲惨な事態。うん、まあどて越えせんかったっけ、よかったけどな。あのいつもの落として修理して、うん、今日落とした人に、落とした人まだおったら見てもらえたかもしれない。あ、どの辺落ちたかな。リポがへしゃげてなかったらいいけどな。へしゃげとったら火吹くけんな。危ないん、うん、電池がな、潰れると発火するんじゃ。今の落ちたかなんか潰れてそうだけど。うん、でもなんとか水平に戻した気がすんだけどな。前回引いたけどな。エルロン方向が、ね、多分この辺やったと思うんやけどな。浮いとんのかな。刺さっとんの。刺さっちゃんと、もう潜り込んじゃんと、もうさあ。ああ、そうやな。俺の感覚的には、距離的にはこの辺だと思うんや。あ、プロポ持ってきて、あれでファーマーアスケ。ああ、俺の方、うん、黒い方、うん、抜いて、多分この辺やったと思うんやけどな、ちょっと分かりづらいな。あ、全然分かんないな。ダクトやからモーターは回るはずやけど、まあバッテリーが抜けてなければのことやけどね。違ってたらちょっとここじゃなさそうだな。
この時ちょっとね潜り込むと分かんないんだよな本当。はい、今の分ね墜落の原因はとね、まあ、一応ちょっとターンかな、ターンしたとこまではちょっと伊吹君にね操作させてたんですけど、それからねちょっとねルロンがねくるっと回った瞬間にね、あこれちょっとやばいなと思って、スイッチをね、マスターの方に切り替えたんですけどね、そこでちょっと自分がねエルロン方向というか、まあ、機体がね正面なのか背面なのか、ちょっと分かりづらかったんで、それでね、まあ、エレベーター引いたわけで、それがその時にちょっと逆ループだから多分あれ背面だったんかな、そんな気がする、まあ、ちょっとねうろ覚えなんで、まあ、動画見ないと実際のところ分からないんですけど、自分の記憶の中ではそんな感じだったかなという感じです。で、まあ、コードがなくて戻れなかったっていう感じなんです。分かんないな。ここ、今ね、こんだけボーボーの、ね、草だとね、発火するとちょっと危険なんでね、かなり。わかんないなぁ。ここまで行ったかなぁ。ちょっとスロットル煽ってみて。あ、回るか。下向きできたか。しかも上がってるスロットルが。落とせんな。これは電池抜けたか。ない。音がせん。いやー厳しいかな。この辺やったと思うんやけど、まだ向こうかな。結構離れてたけど、わかんねえな。音が聞こえんってことは相当離れちょるか、電池が抜けとるかのどっちかやもんね。電池が抜けたのか。アンテナ的なのに壊れた。その遠くても音は一応聞こえるけど。そうなんや。ね、ああ聞こえね、風のせいかちょっと全然聞こえない。するあっち、あそっちか。あったあった、背面じゃない正面やな。あーでも頭いっちょんな、頭いっちょんなやっぱ。はい、結構いっちょりますか。こうツタがなすごいな。うん、あー電池も出とるけど、おお、はい、ありがとう。ツタがよくしょ、電池抜けます。熱い持てるよいしょ、ウィッシャーノーズコーン刺さってます。ウィッ、あとは大丈夫か。いや、ないと思う、もうあとはない。ちょっと八方は潰れると大変なんや。そうやな、そうだ。そうやな、まあ。セキュリティはどうなる？ああ、わかんねえ。僕バッテリー今。あ、はい。これ電源切る？ああ、いいよ。
抜いたっけ。頼り毛がなかった。まああんなもんやね。まあうん、そうやな。ある意味ポッキリいった方が損傷は少ないかもしれんけど電池落ちんか。いいか。まあ電池潰れてなかったけどよかったかな。落ちる。よいしょ。よいしょ。暑いよ。はい、ということで以上になります。